元は、朝鮮民主主義人民共和国の政治家。第四代外務大臣や副首相などを歴任。元阿とも表記する。朝鮮対外文化連絡協会委員長の金、定宿は妻。日本統治時代に、環境北道で生まれる。金日清総合大学卒業、モスクワ大学へ留学。朝鮮労働党入党後、1955年8月から。 朝鮮労働党中央委員会に勤務。1962年1月に外務次官に就任。その後、第1外務次官に昇格。1970年7月11日、外務省に就任し、同年11月の第5回党大会で党中央委員に選出される。1972年、最高人民会議大委員に選出される。同年12月、 憲法改正による国家機構の改変が行われて内閣が政務院に改組されると、元は引き続き政務院外交部長に就任した。1973年2月26日、政務院副総理を兼任。1980年10月の第6回党大会で政治局員候補となる。1983年11月、党政治局員に昇格し、初期を兼務。 同年12月28日、政務院副総理兼外交部長を辞任。1984年1月、祖国平和統一委員会委員長に就任。1989年11月、最高人民会議外交委員長に就任。1991年5月11日、死去。独立行政法人日本貿易振興機構のアジア経済研究所が発行する。 アジア同行年報では、ホダムの表記を1970年代までは、キ日アワシとし、1980年代に入るともと、としている。北朝鮮、対外文化連絡委員長に、金定祝氏を、任命連合ニュース2010年2月19日。ありがとうございます。